TA だな。9万1回から1000人記念で1000分放送とかはどうですか？1000分、1000分いいな。これ今日プレゼントでしょ。これプレゼント、チョコレートスモーカーズ面白いよ。すぐ1000人じゃん。どんだけ放送好きなんだよな。放送好きだけど、残りがこれまあ4時だろ、456789106時間もあんだよな。あと6時間だ。チャチャチャララで、ここ最近から見始めた人、今日ね、ラスト、これからの予定をちょっとお話しますね。24時間。俺ももうある程度覚悟決めたもん。今日までやってきたことと、ちょっとこれからのラストの予定でございますが、まあちょっとごめん、あのね、30分から1時間ぐらいだけちょっと、ちょっとそうですね。30分から1時間ぐらいだけちょっとちょこちょこご飯食べさせてもらったりとか、ちょっと休憩させてもらいたい。こちら簡易放送、今日もラストのフィナーレは簡易放送ですけど、簡易放送もしかしたらね、ちょっと企画の芝居によっては10時半とか11時になってしまったらすいません。必ず最後は簡易放送で締めますので、これが10時ぴったりか9時半ぴったりかどうかっていうのはちょっとまだ今のペースだとわかんないです。やっぱり想定してたよりもみんな長いんだよね。で、こちらが22時から22時半。で、ちょっと、休憩中、ちょっとクーラーの業者さんに見てもらうときは、ちょっと放送できない。多分30分はかかんないと思います。その間に僕ご飯食べて、ちょっとお風呂入っちゃおうかなと思うんですよね。対応は高く動かしてくれると思うんで。で、これドラクエ11クイズ大会。これ実はまだね、5、60も余ってるから、俺は本当はやりたいんだよ。休憩時間中はまたなんか動画流すよ。8月20日入って、これ、昨日の抽選会、これはもう済みました。スライムハウス、3名、スライムカープリズム3名、スライダークジェネラル、キラーマシン、こちら99枚ずつね。333枚の33名様にお配り、合計39名様。間違いなく配りました。652リツイートもいただきましたね。そしてこれが1時からスゴロク大会昨日やりましたね。時の迷宮は思ってるボリュームがあって全部はできませんでした。また別途ね、深夜の放送にでもやりたいと思います。朝方ドラクエ11はクリアしました。感動的なラストでしたね。これ素材のやつも7時半から朝の11時前までやりましたね。それからこちらが11、これは時の迷宮はもういいです。今日クリアできないこと分かったからもういいです。マジスロ大還元やろうと思ってたんですけど、これの代わりに世界樹の雫だったりとか、あとそのペアのフロムワン種族記念撮影大会やりました。結構ね、人がいっぱいインしたらそういうなんか種族ごとで集まって写真撮るみたいなイベントはやりたかったんですけど、事前に告知しちゃうと嫌がらせとかなんかね、変な拡散のされ方して嵐が来たら嫌だなと思って事前に告知しなかったんですね。だから流れでこれはいいんじゃないかなと思ってやらせていただきました。で、これから常闇 TA の予選、まあこれちょっと私もね、まあちょっとできるかどうかっていうのをちょっと見たい企画ですね。まあ、まず出場選手が集まってくれるかどうかという不安はありますけど、16時からまあ予選やってね、今回唯一この決勝戦だけはギャンブル入れさせていただきます。カジノフィクサーのリニューアル再開ということでね、最初の一発目の TA 皆さんこぞってかけてください。まあ、本命は常闇3連種が本命になると思います。そしてラストの抽選会を21時予定ですけどね、ここの抽選会で、最後プレゼントをしようと思っているのが、先ほど皆様と一緒に選んでいただいたこちらです。
こちらの商品を今日最後の抽選会でね、まあこれでもうね6億今日配ってると思うんですよね。公約通り6億弱はもうほぼ公約通り配るぐらいの、常闇で賞金出したりしたらもう6億配るぐらいのペースだと思います。フィクサーチャンネル、こちらね今日の9時から予定で、ダイヤモンドプリズム、ルビープリズム、サファイアプリズム、ドルフラワープリズム、サジンのゲンマプリズムをこちらが、5名様ずつ、シルフウィングの白、青、桃、ここも5名様ずつ、セラフィーのポスト、エステラのポストも 5名様ずつ、合計50名様ね。こちらはツイッターフォローをいただいて、リツイートしていただいて、ダイスをここで振っていただく、当選したら、私に当たりましたというところをリプライいただいた人から順に商品を直接渡して、このプレゼント企画完了ということになりますね。まあですから今日こちらの、もちろんねこれ持ってったものは転売して市場に流そうが、友達にプレゼントしようが、自分で使わなくてもいいんですかという質問もありますけど、ご自由にしてください、差し上げますから。まあいうところでございます。まあ今日ね最近ちょっとたまにリアルチーム勢の方々とお会いするとチームなかなかねみんなチームクエ少ない人数で頑張ってくれてるよとかね、結構挨拶しても昔よりみんなインしてる人がちょっと減っちゃったみたいですねとかね、そんな話をずっと聞いててね、まあ今日24時間放送内でございましたけど、ちょっとすいません、私的にこの募集で利用させていただきました。まあでも結構ね有名プレイヤーの方々から、このカジノフィクサーでね参加してくださってた方々まで結構みんな入ってくれて、まあこの何年間か放送頑張ってきてよかったなと思ってますね。スゴロクはもう今日終わっちゃいました。というところで、まあイタストだよね、チームがね、チームがもういっぱい、チームいっぱいになっちゃったんだよね。チームがね、ちょっとこれちょっとね、ちょっとここで、ちょっとサブリーダー会談していいですか？これサブリーダー会談、ちょっとチーム入りたい、今聞いてチーム入りたい人、さここはね、ソフィア、数年単位でインしてない人、なんとなくでも分かりますか？まあ、バージョン3、一回も見てねえかな、一回もインしてねえかなっていう、そういう人わかりますか？俺一番詳しいのソフィアだと思うんだ。俺は正直わかんねえんだ。まあでもやっぱりな、やっぱりチームはな、チームもこの大事だけど、新しくみんなが入りたいと思ってくれてるうちにな。ソフィアそこで誰々はインしてないと思いますとか言うタイプじゃないんだよな。はい。入りたいです。もし外してしまったことにより怒られてしまったら私が責任を持って謝りますので、バージョン3開始から一度もイン表示を見なかったくらいの方を教えてほしいです。まあこれはね、その悪意を持って外すわけでなくて、もう引退しちゃったのかなとか、まあそこですよね。そこら辺はね、
そこら辺はちょっと多少整理させていただくというね。これソフィアさんだけでなくてもインしてね、この、これはしょうがねえよな。でもな、俺も全然インしてなくて外されても別に文句は言わそう、文句は言わない。うん、あ、放送中言いにくいや、ほんと。あ、そうか、放送中言いにくい。でも別に、じゃ消すわ、じゃ消すわ、消した、放送消した放送消した放送消しました。放送消しました。いや、まああの、今入りたいって言ってくれてるからね。休憩しないで。ちょっと俺もちょっとね、難しいよな。それなら今私のキャラ以外、いや、いや、もう残したいのは YouTube 大丈夫か。あ、 YouTube、 そう、 YouTube、 あ、 YouTube 大丈夫、 YouTube も聞いてる。でもな、こういうのはね、リーダーたまにやった方がいいよ。リーダーはね、やっぱ変にこういうの遠慮してると、いつの間にかなんかね、稼働ゼロチームになっちゃう可能性あるからな。やっぱりみんな好きなチームだけど辞めちゃう理由って、稼働してないでみんな辞めちゃうんだよね。そうだな、ちょっと俺、まああれだよ、まああの、ちょっとリアル 顔を思い浮かぶ人は消さないよ。だ難しいな、マジで。まず難しいんだよな。いや、難しいんだよ。そういう、確かに難しいな。確かに難しいぞ、これは。はいはい。俺見たことある人は残すね。俺見たことある人は残すね。ここ半年ぐらいで見たことある人は残します。私の記憶の中でもね。だ、皆さん10人ぐらい開けます。10人ぐらい開けます。はい。で、これログも消すんで大丈夫です。ここね、はい、みんなイン表示してねえもんな。あの、ちなみにもし、あ、外されちゃったっていう人が放送見た時にすぐまた、おい、何外してんだよ、何外してんだよ、入れてくれよって言ってくれたらすぐ入れますから。ここね、ここ、はい、うん、ここは、あと俺カジノにかけに来たかどうかでちょっと分かるんで、はい、ここを見るよな。まあ、ここも、うん、まあ、見た、オッケー、うん、はい。じゃらららららって。そうだ、まあ、見ねえな、はい。はい。はい。さすが生き字引きやな。たまにギャンブルで見る人、たまにギャンブルで見る人は残すね。うん、ここね。まあ、ちなみに言えねえけど、びっくりするぐらい有名人とかもいる。ここ見るな、はい。OK、はい。はい。吉田さんなんか昨日来てくれたかんな、抽選会。行ったけどカオスだったっつって、ツイッター書いておいて。ここね。はい。すみません、フィクサーチーム整理させていただいてますね。はい。おい、おい、ちょ待てよ、おい。
おい、そらねえ、おい、そらねえよ。あ、ちょ、タイム。ちょ、タイム。ちょ、今、送るな。ちょ、送るな、おい。わらわら、相当人減ったのでしょうか。わら、誰だよ。ごま塩かがインしてねえっつって。ごま塩かが外せって言われて。ごま塩かがちょっと。ごま塩かが残しましょう。わらわら。こう来て。なるほどね、ここね。まあ、顔が思い浮かぶ人はね、ちょっとね、整理しづらいよ。はい、すいません。はい、ここね。それから。違う、よく知ってんな。これちなみにあのチー、これちなみにチーム員はみんな見えてるからね、これ。皆さんあれですからね、これあの、なんか感じ悪く外してんじゃなくて、インを見ない人って俺、物理的に聞いてるからね、物理的に。僕もそうやってねえな。そういや、みんなやってねえな。やば、みんなやってない。みんなやってねえな。あ、ちなみに皆さん結構入りますよ。いや、こう考えると、ソフィア、悪かったな。ソフィア、悪かったな。ソフィア、悪かったな。悪かったな。こんな、チームメンバー多かったのに、悪かったな。こう来て、はい。こう、さよならだな、はい。リンゴさん外したら超怒んだろうな。プマギッドさん、あの、チーム申請してるんでよろしくお願いします。あの、今日新しい人が100人ぐらい入るので、プマギッドさん、優しく仲良くしちゃってください。あの、若い子もちょっと夏休みなんで若い子も多いかもしれませんけど、あの、一応最低限の民度チェックをさっきして、まあ、大丈夫だろうと、第一段階では。渋いですよ。はい。確かに、こう見るとみんな見ない。あの、皆さん、20人ぐらいあげます。あの、皆さん、速報ですけど、20人ぐらいあげますから。まあ、これが俺のちょっと休憩時間だと思ってね、もう休憩しませんから。10時まで休憩しませんから。こう来ての、そうだな、見ないな、はい。おい、このソフィアが今撃ってるやつ、晒したやつも、ほんとあの、追い出すからな。この撃ってるやつ、チームメンバー追い出したら、もう、晒したら追い出すからな。これ誰も晒さなかったら、ちょっとあの、チームフィクサーの新人たちはみんな民度が高いことになる。あの、皆さん、あくまでね、バージョン3以降、ちょっとイン表示を見たことがないなと、ね、言う人を今聞いてるだけですから、俺は。じゃ、ご飯食べてよ。はい。じゃららら。じゃ、こんな、はい。はい。まあ、劇団員はまあ、残ってもらおう。劇の配役でな。はい。あ、皆さん、30人あげました、30人あげましたね。ここ劇団。ここ劇団からの。粛清されそうなので焦ってインしました。あの、外しちゃっても、いや、やってるよって言ったらすぐ入れるから。ごめん、もし外しちゃって失うもんがあるとすれば、入った順は、あの、古く並べたやつが新しくなっちゃうぐらいかな、被害は。まあ、ごめんな、そしたらごめんな。わらわら、ダブル、粛清、じゃねえ、悪いことじゃないもん。悪いことじゃねえけどさ。まあでもまあ、そうだよ。まあ確かに、ねえ、まず、俺もまあ見てねえな。まあ見てねえし、まあ俺の場合は放送目線ね。まあ放送でも見ねえなっていう人は、まあちょっとごめん。そら外すよ。いやでもこれちょっと俺とソフィアがこうやって仕事するって珍しいっすよ。これな。
ここは俺この前見たかな。ここ見たから、はいはいはい、やばやば、39人空いた、39人空いて、このちょっとこのコメント受けんな、粛清されそうなので焦ってみました。これが誰か知りてえよなこの 17,524 番が誰か知りてえよな。ここね、あ、ここここ、なるほど。まあなるべくね、あの、なんていうの、顔が思い浮かぶ人は残すね。いや、もうまあまだまだだよ。ここね、はい。まあ、木村さん、木村さんも A 級会員なんで。これで YouTube で映ってねえだろうな。YouTube 映ってないの、これ。これ YouTube 映ってたら超笑うわ。いや、皆さん、皆さんもちょっとこういうの機会に、ちょっとこういうのやった方がいいっすよ。活気を活気づけるためにやった方がいいですよ。ここはね、ここはあれだな。映ってないです。大丈夫です。あ、OK。大丈夫だね。はい、オッケーオッケー。まあ、名前変わってる人はやってるってことだから、その、名前変えるサービス以降やってるってことだから残しましょう。まあ、とにかくインしてるかしてねえかだからな。はい。はい、こちらね。みんな一度入ってくれたのに、この、すまん。外させてもらって申し訳ねえ。そうそう、渋いな。はい、30、はい、ちょ、あと5分ぐらい、あと5分。長いってことはかなり消されてますね。いや、正直言うよ、44人、今44人外してる。44人外してるけど、確かにね、見ないんだよ。あ、いいこと、いいことおっしゃいますね。はい。ちゃっちゃーちゃっちゃっちゃっちゃらっちゃ。またこのソフィアっちゅうのが頭いいんだよ。もう5年ちょっとの付き合いだから分かんないけど。この人もな、はい。さあ、皆さん、佳境に入ってまいりました。佳境に。人生は何のためにあるのか。次からレベル上がってないと解雇ってわけか。まあでも多少しょう、ただあの、皆さん本当何回も言いますけど、おいおい、抜かさないでくれよ、抜かさないでくれよ。俺、フレンド整理とかたまに放送でやると、走ってくる人いるよ。おーいっつって。おーい、何外してんだよっつって。焦ってインしたわっつって。やば。今日新入生100人超えあるな。こちらが、いや、でもドラクエさ、いるじゃん、人いっぱい。粛清じゃないから。で、あのね、皆さん、ほんとね、あのね、ソフィアさんの何がいいって、皆さん、ソフィアさんの何が素晴らしい、見て、皆さん、ソフィアさんの何がいい、全部3つけてっから。どう、うちのソフィア。全部、ね、チーム員のみんな3つけてるから。素晴らしいよ。ほら、誰って。ここから比較的 OK、 そうだな。じゃあ、あの、じゃあここら辺の人たちは、ここら辺は耐えたってことで。うん、じゃあ、これ、あとの人は耐えたってことで。結構、はい、あとの人は耐えました。おめでとうございます。耐えた皆様、おめでとうございます。一回僕、ログアウトします。一回。皆さん、
はい、ナイス。はい、皆さん、はい、ナイス。すげえな、100人一気に入るってすごくね。さあ、皆さん、最近はね、全然友達がインしてないとか、ファイナルファンタジーに行ってしまったとかね。皆さん、50人入れますね。皆さん、50人入れます。でも本当ごめん、あの静かな感じが好きだったのにって言った。本当ごめん。しょうがないよな、やばいよ。アクティブ超高えよ君たち。アクティブ200チームだよ。どう？サブ、プレイするサブだったらいいっすよ。ミニアさんが入っちゃうんですか。ミニアさんそろそろなんか言われんじゃないですか。ミニアさんそろそろ仲間に言われんじゃないですか。ミニちゃん、最近どうしたの。フィクサーの放送でコメントしたりとか、フィクサーのチーム入ってどうしたの。大丈夫ミニちゃんつって。この前、オフ会遊びに来てくれた、来てくれた方がね、ミニラさんお誘いしたら、ミニラさんお誘いしたんですけど、一緒に来たかったんですけど、予定が合いませんでしたって、残念そうでしたよ。お前おかしいって言われてます。それは俺が言われるにはちょっと悲しいけどな。別におかしくはないでしょ、俺別に人様からそんなに非難されるようなことやってないでしょ、ここ数年間。はい、皆さん。いや、あ、そういうのない。こういうコメント打ったりしてると、こういうコメント、こういうわけのわかんねえ、ちょっとこの人おかしいなっていうコメントしたりしてると、まあ、そうですね。ちょっとやめてもらえますか。まあ、一回打ったぐらいだったら、あれミスしたのかな、ちょっとおかしいけどミスしちゃったのかなって言ったら、どうしたんですかって言って、もう一回連投したらそのまま外します。すいませんミスりましたって言ったらセーフね。チーム今探してる、気になるけど、そのなんだろう、ちょっといろいろ質問に答えてくれるんだったら考えるという人はね、今何でも質問してください。いやよコメントとか何でも質問してください。さあ、というところで皆さん、間もなく。じゃあ行くか、常闇。だったら自由。全然自由。自由。チェレン。オッケー。今日何人入ったんだ。すげえな、マジ。チャラチャ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 ラチャ。サブリーダーすげえいっぱいいるよ。ちなみにね、かつて所属した有名人教えようか。かつて所属した有名人はね、ジャンガハイ主催の新人。超コロシアム優勝した人たち、全員入ってた。新人、テルピー。はい、ミニラさん、ナイス。ミニタン、ナイス。新人、テルピー、リッツ、イケメン、イケメンのあいつ誰だっけな。白龍だっけな。4人は全員入ってたし。あと、ロアもいたでしょ。あと、サブだと吉宗もいたな。あと、そうだな。有名人結構いたな。信じない。過去誰いたかな。まあ、アストルティアの生きる伝説、かつて戦争屋と呼ばれた、パルブッパのリーダー、イリーダムさんもいましたね。イリーダムさんもいたし、ロアいない。ロア独立。ヒノンもいた。
あ、ヒノン、ヒノンもサブでいたね、ヒノン。チンスコは？チンスコいない。ちなみに255人になったのはすごい早かった。255人になったのはね、多分トップ3入るぐらい早かった。1億天満の時に100何十人入ったんだ。あの時が一番入ったかな。あと劇団の時も結構入ったけどね。ねえ、こんだけ新しい人が来たらね、また劇団やってほしいけどね。おい、なんか、ナイキャッチームか、ナイキャッチームでアクティブ。おお、こんな色がついてることあります？さあ、というところで皆さん、じゃあ今日はこちらで締め切らせていただいてよろしいでしょうか。255分の212名が。サブリーダー、サブリーダーです。はい、こちら、はい。おお、ありがとう。メインアカウントないです。はい、デイさん。はい、というところで皆さん、どうぞ。219。いや、サブリーダー、俺実はサブリーダーあんま任命したことない。サブリーダーとかソフィアとか決めてんじゃん。なんか、うちね、あの、チームクエとか積極的にやってくれる人とかがサブリーダーみたいな感じは聞いた。あと、劇団関係で、あの、運営する側の人。いや、俺ね、口出したことないんだよ。これ、マジで。これ、本当。まあ、いいのか悪いのか分かんないけど、まあ、それでうまくいってきたと思う。特に。皆さん、参加ありがとう。数えてみたら50人この チーム演技してますね。わら、219丁目、さあ3番1と覚えましょう。はい、チーム出るんですか？チーム、はい、今日ね、何年かぶりに募集してます。今日ぶっちゃけね、100、待って、51人でしょ？待って、120人。171から51人外れてもらって、120から213。今日93人入った。今日93人入ってくれましたから、アクティブはすごく上がってるはずです。もともとインしてる人たち、見る人たち120人に加えて、あの、93人今日増えたので、あの、聞かれても俺ね、今募集してないって言っちゃってた。特に大きく活動してるわけじゃないんで、今募集。ただ俺、こっからだとね、TA とかね、コロシアムだったりね、なんか。まあ、PS4 で、だから始めたばっかの人とかでもいいっすよ。うち別にそういうなんか、最低限これぐらいのスペックがとか、ない。そういうのない。ただ、本赤で入ってくれた方が嬉しいけどね。チームの集会はヒルズですね。それでは皆さん、ま、カジノフィクサー業に戻っていいですか。214、バレンタインですね。解雇通知は、まあ、解雇通知しないけど、なんか、まあ本当ね、規約違反だけやめてください。本当嫌なのは、RMT、詐欺。RMT、詐欺、暴言。その、晒し行為。まあ、そういう晒し、もうそういうのがすぐ、もうそういうのが、もうやったって確定した証拠見たら、もう申し訳ないけど外します。問答無用で外します。喧嘩ぐらいだったらどうしたのって事情聞くこともあるけど、なんか、うわ、何やってんのこいつって言ったらもう理由聞かずにも外すこともある。ハグメタ回線抜けダメだね。まあ反省、まあ深く、まあ深く反省して、二度と繰り返さないんだったらいいんじゃないですか。とても深く反省してね、そこからゴールデンナイトに這い上がるぐらいになったらいいんじゃないですか。女取られたとか聞かない。そういうの聞かない。そういうの聞きません。もう男女の問題にはもう関与しない。もうそんな、もう大人だから。
千七百、まあなんか千七百ゲミやってふざけんなよ、みんなやってんじゃねえかよみたいな人はダメ。千七百ゲミがダメじゃなくて、ふざけんな、あんなん誰でも彼でもやってんだろう、こんなこと言ったらあれやってるやつはバンしろやクソ運営がみたいな人はダメ。やっちゃいましたね。いやーちょっと危ねえかなと思ったんですけど、ちょっと誘われてちょっと誘惑に勝てなくてやっちゃいましたね。反省してますっていう人はセーフっていう人はオッケーでしたら、お次からもやんだよ、そういうちょっとそういうプログラムあれしても、次から反省絶対二度とやんなよ。セーフセーフ。はい、50。お、ソフィア、こソフィアさん。おお、ソフィアさん、同じ名前ですけどいいですか。同じ名前ですけどいいですか。ソフィア増えた、ソフィア、ソフィアさん、アリア、アリアってのアリちゃん、違うか。また増えた、笑。おいとこやみナンバー1取ったやつが呼んでギャンブルしろよ。どこやと、おお。放送外れます。夜またお世話になります。はい、はい、はい、ということで、はい、ということで皆さん。おー、でも結構有名人がいつもいるか、今。はい、というところで皆さん。常闇 TA 三連トライアル。出場者募集。これ来てほしいな。賞金1億の予選ですね。はい、ホレンさん、ナイス。チーム誘う。PS4 から開始の方。ドラノミとか固定のみとかにしよう。マジでよ。まず職指定してくれないといらない。なんだろう。まあ僕放送中は無視しますけどね、放送中は。職指定だな。僕ね、これで行きたいと思ってんです。僕これで行きたいと思ってんです。一軍はバラバラの ABC 職。もう一個は同じ職業 DDD で行きたいと思ってんです。で、これ、ズバリ、ちょっともう一個言いますね。いや、盗賊三人芝居で、いや、盗賊三人芝居でいきたいと思ってるんです。盗賊三人。だ、盗賊三人組んで、レグワン、メイブツー、ダークキングさんが倒せると思う人は、ぜひ来てください。キムチャ質問ね。ここのチーム、ナイギアチームに適応してください。マジで。ナイギアチームは春用のチーム。それからサブキャラをナイギアチームに入れてください。これマジで、これ劇団で盛り上がってる時期、チームフィクサー、ギャンブル禁止だったんですよ。カジノフィクサー来たらダメ。おいっつって。来てるやついたよ。来てるやついるけど、おい、舐めてんのかっつって。お前舐めてんのかっつって。いや、ちょっと、いや、これ、いや、ちょっとでもメンツ見るとちょっとやりそうな奴らはいる。いや。ね、盗賊三人縛り。ただしですよ、固定、いや、俺ね、これ、例えば、ガーリッククラスが3人でやったらできちゃうんだよ、これ。
ね、ガーリッククラスが3人でやったらこれできちゃうんですよ。だからここはもう完全選抜制。あともう一個いきますよ。いきますよ。これはちょっと、これはね、これはちょっと、これマジな話、ソフィーとかにも相談した。これソフィーとかロアとか、やべ。はい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 、オッケーオッケーオッケー。お互いがお互いを補強し合うっていうパターンではないと思う。踊りは楽で済む。ガーリックのやる気がやべえ。笑。いや、このな、ここは結構な。パラブ。だから。ニンニクだいな。だから。食聞いても誰もいなくならない。だからパーティー。だから。パーティー。踊りはポンして回線。パーティー、パーティー A、PTA ですね。PTA は、パラ、ブー、パラ、ブー、踊りです。で、パーティー、パーティー B、PTB は、盗賊、盗賊、盗賊です。でね、最初本当は、パラディン、スパスタ、踊り子にしようと思ったんですよ。パラディン、スパスタ、踊り子は、もう勝てねえんじゃねえかって。もう結構なやつが来ても勝てねえんじゃねえかっていう、結構ガチなシミュレーションとかいろいろあれしたんだけど、もうダークキング3がどうしても勝てねえんじゃねえ。レグ1とネイビ2はいけても、ダークキング3がどうしても勝てねえんじゃねえかっていうところで、ちょっとパラ、スパ、踊りはちょっと勘弁しようと。どっちかを選択ってことですね。パラブ踊りね。A 希望がこちら。A このパラディン武道が踊り子いずれかで参加したい方はこちら。予選と同じ職で本戦、そうです。予選は、レグナードだけやってもらいます。予選は、レグナードのみやってもらいます。で、こちら、盗賊の方はこっちです。さあ、今回だけのスペシャル企画ですけど、もう、勝てれば1億です。もう、勝つだけ、だからもう、全部20分でもいいです。もう、勝てれば、もう、1億。ただこちらとしてはギリギリ勝てねえんじゃねえかという読みですね。ただここはまず配信者がいるかっていうのと、この職業あって出場者がいるかっていうこの縛りですね。ただ俺はこの職業指定で3つ3連覇できる人たちがいいんだったら俺は見てみたいね。俺は見てみたい。さあ意外とね、予選は激ア時間順、そうです、時間内なら OK だ。まずはレグナードが突破できない限りは本戦に出れません。さあ、放送が、ジョージ、フミ。企画としては悪くないと思うんですけどね。だから、なんだろう、ダークキングまでコマを進めてほしいんですよ。YouTube なら、ほんと。
お、いい、お、いいね。アイテム縛りはありますか？アイテム縛りありません。アイテムは何で、アイテムは何でも使用 OK です。パーティーは、パーティーは希望職業から私がセッティングいたします。まあちょっとバリバリのね、ゴリゴリの、あの、固定が組まれないようにしますね。まあ正直ね、ガチ勢からしたら、あの、タイム制限なしっていうのは正直ちょっと緩いんですよ。さあ、ジョージからの、フミ、レイン、それから、テルミ、それから、コトリ。これ、アイ、コトリはアイね。レイン・ガーリックはダメかな。ジョージさん、フミさん、レインさん、テルミさん、コトリさん、できる職業を教えてください。放送主の方、できる突破されたら気持ちよく1億払いますよ。もうだからもうパラディン、舞踏家、踊りか盗賊、この4択肢全部できんの？本当かよ、全部できんの？すごい、すごいな、こいつら怖えな。パラオは盗賊、そして小鳥が踊り子、やろうと思えばパライが全部できます。レインが舞踏家、踊り子、舞踏家、踊り子、盗賊、まさなお社長が選べばいいメンツを。でテルミさんがパラか舞、そして、フミが全部できる、パラ、ブー、踊り、盗賊。やば、予想より集まったな、予想より集まった。ということはもうこれね、決まりましたね。回復食も手術葉っぱなんかもなしですか？決まりました。これパーティー、もうここで、もうここで予選も決めちゃいます。放送の関係上ね。パーティーへ、要するにパラ、ブ、踊りの生主が、踊りで参加してもらう生主が、これが、ジョージ、違う、パラブ踊りで参加してもらうのが小鳥、三軍出したいね、小鳥、それからパラブだからこれテルミ、盗賊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 、レインから、レインからの小鳥、まあフミだな。小鳥、テルミ、それからパーティー B、 ここで参加してもらうのがジョージ、心本当はなしにしたいんだよな。心はなしにしてんだよな。持ってない人いるからね。心だ。俺使ったことねえからしょ。なんとも言えねえんだよ、心。ジョージ、レイン。
本当は盗賊もう一人来てほしいな。本当は盗賊もう一人来てほしいんだ。アイテムが全部あり、心がちょっとね強いんだよ。無敵なんだよね、あれ。心はやばい。レインは盗賊もいける。心は戦闘中1回のみ有効。あれって復活の呪文って教えてもいいのかな。俺はマルスケの心もらったぜ。心なぁ、3人で心なぁ。11のあれか。認めるか。いや、認めるか。5軍だけど、要するにパーティー A から1組、パーティー B から1組、うん、ありでいいやろ。何でもありって言ったんだし、もうありでいいだろ。まあ、ありでいいな。ちなみにフィクサーの心あげるよ。フィクサーの心。正直続行性は高校飛ばせる火力の範囲はないから、心ないと済む予感。わかった。心はじゃあ OK にしよう。心はだから比較的取れるよな。わかりました。じゃあ行きましょう。はい、というところで盗賊。いやー、ここはちょっとガチが来たな。ガチが、これはちょっとカジノとのマジ対決だ。これであっさり突破されると、ほんとこれこそ企画力ねえってことになるからよ。絶妙にやってくれて、こっちが勝つってのが理想だな。それが絶妙にすげえプレイ見せてくれて、みんなが感動してプレイヤーたちが勝つと。でパーティー B が、ジョージとレイン、これ盗賊 ×3 な。盗賊 ×3、 盗賊ガーリック村正、これはレインとガーリックは分ける。レインとガーリックは分けてからの、村正。はい、盗賊があと2名欲しいですね。盗賊からの、小鳥が踊り子、小鳥が踊り子の時点でパラディン、パラディン、虎徹、OK、小鳥虎徹でいこう。小鳥虎徹で、テルミがパラブ、ジョージとガーリックも放送で組んでましたよ。マジで。山吹パラディン、しょうがない。ふみんとこにも希望を与えるために山吹だ。山吹パラディンの、虎徹、それから、いや、これはちょっと可能性ある。これは可能性ある。さあ、ヒューが武道家、クロエ、はい、行きます。はい、小鳥虎徹、ここで1軍です。もうパーティー組んで、これ16時45分開始ですから、もう今からパーティー組んで相談していただいても結構です。
しかし他がメンバーが来ない。ヒューガさんでしょ、フミがヒューガだから踊り子いるわ。踊り子テルミンとこ踊り子、テルミンとこ踊り子、盗賊希望クマパン、クマパン好きな方入っていいよ。クマパンジョージさんとレインさん好きな方言っていいです。誰も突破できない。いやーこの人たちが来たら、この人たちが来たらちょっとそんなにひどいことにはなんないと思うな。まあ1億も出さ、そりゃトップが来てくれるけどよ。初心者、何をもって初心者かが俺には分からん。クマパンさん、レイン村正、まあ予選やるからね。ああこちらね、予選やるからレインさん OK。 クマパン、盗賊さん、盗賊あと1人は、盗賊あと1人あります。レイン村正、クマパン、あとジョージガーリックのところに、クマ、ちなみにこの企画は俺誰にも漏らしてないので、まあ、知ってたのはちょっとリアルの数名なのでね、その人たちが漏らしてなければ今日初発表なので、そんながっつり対策してやってるということはないと思います。盗賊あと1名、盗賊あと1名で、もうジョージさんとガーリックさんは組んでいただいて OK です。タガッティさんこんにちは。レイン、ここは決定、ここは決定、あとテルミヒューガさんところは踊り、あとはフミ、踊り、踊り一人ね。踊りはテルミヒューガ軍で、フミンところが、フミンところはね、武道家か踊り、部か踊り、だから踊りが一人か武道家、踊り、舞踏家、舞踏家、あと盗賊が一人、これで成立ですね。さあニャンさん踊り、ニャンさん、テルミさん、フミさん好きな方どうぞ。テルミさんところに、テルミさんがパラディン、ヒューガさんが舞踏家、そしてニャンさんが入るか、フミが舞踏家、山吹パラディン、ニャンさんが踊り。45分から開始でいきますからね。装備揃えるなり今やっていいですよ。もう装備を揃える、戦略を練る、45分開始予定でいきます。にゃんさんどっちにします？にゃんさん、にゃんさん、これ、テルミ軍かフミ軍どっちにしますか？出れちって、こちらには入りました。テルミ OK です。テルミさんの方ににゃん、それでは、フミ、それから山吹、ふみどっちで行くよ。ふみ踊り子と武道家どっちで行くよ。これはあれか、見るのが楽しくないやつはいても意味ないやつか。いやこれでも倒せるかどうかな。ふみがなんか言おうとしている。
ふみ踊り OK。ということは、舞踏家だ。舞募集だね。それから、ジョージ。多分この人たち相当強いと思うよ。ジョージ、ガーリック、プラス盗賊。ナイスはこつ、大丈夫です。武道家一人いらっしゃいませんか。1億だよ。山吹ふみ、レグナード予選でやってもらいますが、まあもちろん装備を変えるなりは自由ですけどね。装備を変えるなり、まあ宝珠の振り替えとかもあるんでね。宝珠も本当は振り替えしてほしくねえんだけど、ぐだるからな。さあいかがでしょう。武道家1名募集です。それから盗賊も1名募集ですね。ルール簡単に言います。スマホからの、皆さんルール簡単に言いますね。ルールはですね、今日常闇の最強がないんですね。レグナード1、メイブ2、ダークキング3、ここ3連戦していただきますが、この3連戦を3人討伐、この3人討伐、こちらが指定した職業で倒していただきます。アイテム全部ありです。これ3連で突破したら1億ゴールド差し上げますね。今回のギャンブルはパラディン武道家踊り子チームで3常闇モンスター撃破できるが1枠、盗賊3の人類チームで常闇3連撃破できるが1枠、そして常闇3種が人類を撃破するの3枠で、こちら今日は最終ギャンブル行いたいと思います。まあちなみに今回予選をやりますので、全く話にならない人たちが決勝に上がってくることはございません。で今腕に覚えのある方々来てくれてますが、それでも盗賊が1名足りません。ジョージ・ガーリックというね、トッププレイヤーと一緒に組んでくれる盗賊を1名、そして、ふみ、山吹と組んでくれる、武道家を1名様、今、ヒルズ219丁目、219-3で募集してます。ここが来てくれないとね、今ちょっとできないですよね。さあ。盗賊1名、ね、常闇三種を倒せる盗賊、そして、ふみ山吹の山吹パラディンふみ踊り子のもう一人武道家募集ですね。まあ多芸判断だったりとか、その、まあ、相当常闇に精通してる人じゃないと、まあ、まず不可能かなと思いますね。まあ、私レベルじゃ到底無理です。多分1万回やっても1万回勝てないでしょうね。まだかなりガチな人が来ることは覚悟ですし、1億ゴールドを持って帰る覚悟ですけど、これは成立したら企画としてはなかなか面白いんじゃねえかなと。これができるようになると今後、今回は倒せたら15ですけどね、何分で倒せたらというバラエティ戦が今後できるようになるので、いきなり TA の可能性が広がるんですね。オーラス一応ね、6時から本戦がベッドスタートができればなと思ってます。全滅終了です。一発勝負、全滅終了。これが今日の24時間企画の新企画で持ってきた最初のこの TA コンテンツですね。まあ TA 勢の皆さんにね、
まあある種リセットですよね。メイブとかダークキングとかレグナードのもうテンプレ構成で強すぎる固定の人たち、のね、時代も良かったんですけど、新しくね、さあシャオランが来ました。晴れます。今日は最後盗賊 OK です。さあシャオランさん、それではシャオランさん、こちらが、ジョージ・ガーリックと合流してください。さあ一応ねレベルはこちら99。宮田祖かよ、宮田祖かよ、宮田祖ガーリックジョージとかやべえな。宮田祖ガーリックちょっともう、まあ、しょうがねえ、まあ、しょうがない。決勝の日です。しょうがない。しょうがないよ。いいよ。いいよ。倍率出ます。いやー、これはしょうがねえ。お前らには持って帰ってもしょうがねえよ。宮田そう、ガーリックうちのチーム来たと。テレテン、シャオラン。シャオラン、黒猫ギャングだね。いや、これは、これはちょっと、これはな、これはな。これはな。オッケー、盗賊チームは確定。45分から開始予定でお願いします。やるのはレグワンのみです。やるのはレグワン、放送入れてもらいます。なんかまあな、ただ盗賊なんかでやったことないと思うよ。とうとうはやったことないと思うかな。いや、これはちょっとな。あと、踊り子じゃない。武道が一人いませんか。武道が一人空いてます。パラディン、山吹、ふみ、踊り子と合流してくれる、武道家。あ、違う。武道家募集します。まあでも今、最強レグナードが武道家2で倒される時代ですからね。まあやってやれないことはないと思いますけど、まあなんせ一発勝負のこちらが今日、指定した職業ですから、まあ倒されたら1億は気持ちよく払いましょう。ただこいつらにはほんと持ってかれてっからよ。ただ私はそれでも、常闇が勝つと思いますね。さあ皆さん、武道家1名これね、来てくれないともう小鳥小鉄クロエ VS、テルミヒューガ、ニャン、ここの対決、ジョージ・ガーリック・シャオラン VS レイン・ブラマサ・クマパン、ここの対決のみになってしまうので、フミ・ヤマブキが出場できないんですね。さあ武道家1名いかがでございましょうか。さあフミ山吹、ここと組んでくれる方いらっしゃらなければ15秒前から、武道家来なければ残念ながらここはメンバー集まんなかった。しかし最低2対2でこちらカードが切れたので10秒前10 9秒前8 7秒前。武道が1人、常闇で自信がある。まあ武道が普段やんないからな。5秒前4秒前3秒前2秒前。いやー、せっかく山吹もふみも来てくれたんですけど、武道家の人口がちょっといないか。行く。さあ行く、しかし行く、しかし、しかし一般会員、おっ、ほんとか。さあそれではちょっとスタンバイお願いします。スタンバイ、キャラ名くれ。待っていく。おお、ほんと来てくれ。いたずらに待たせないでくれ。
やばこのトップ勢がな来たからな。来ない。10秒前から突き送ってるのかな。ぶどうが来ねえな。じゃあこの行くと言った人はめでたく NG に入れさせていただいて、わかんねえなこれ、わかんねえなこの人。手から用意すればいいのに、せめてキャラ名言わないとな。まあ来てよ。スキルとか振る前にとりあえず来るんだ。少々ニコ生プレミアじゃないからこっちの方が快適。焦らしやがるぜ。皆さんどうします？待ちます？そしたら俺今クーラーの業者来たから実はこれね、予選開始、そうそう予選開始ね、あとりあえずあの練習していいよ。これ多分一発出てきついから練習していいよ。だからあれだから、このあれだよ、ちょっとあの練習できねえから不利だけど、もう送り込んじゃえばいいんだよ。ふみと山吹が一人こっそり送り込んじゃえばいいんだよ。連絡ないとな。先週の放送は触れ当たればいいのに。とりあえずちょっと俺今ちょっと10分だけマイク切らしてください。休憩扱いで結構です。練習放送ありかって聞いてるの。
編集放送は自由じゃないかな。おやすみ。書けるかどうかは予選で見れるし。なら常時見てくるか有力だし。早く家のパソコンで見たい。スマホは限界があるね。やわり。
失礼失礼。武道家。嘘だろどうせ。武道家一名行きませんか。もう来ない感じかな。お帰りなさい。今からちょっとクーラー見るから、やーべこ超恥ずかしいんだけど。お帰りなさい。やーべ、俺ちょっと今業者来てちょっとちょろちょろ見られるの超恥ずかしいんだけど。あれ、この人ニコ生やってるって思ったら超きち、超きつくね。あれニコ、あれこいつ17時間もやってるぞっつって、ちょっとお米ビューだーとか言って思われたらどうする。うわ、こいつ17時間とかやべえっつって。あれこれドラクエ、あれフィクサーってっつって、あれとか言って、超きちいよ。マジきちいよ。やべえ、おい、世の中そういう可能性あるからマジで怖えよな。生きるってそういうことだよ、可能性ある、やべえよ。いや、一人来てほしいな。そんなわけ、わら。住所さらされるよ。可能性はあるな。悲しいよ。行きたいけど部96なんだよな。いや、ちょっとな、来てほしいな、一人。いや、誰もあっさり倒せねえとかだと切なくね。96って全然問題ないと思いますよ。まあ90で床屋にやってんだったら別にいいっすよ。まあ、ちょっと93ちょっとちょっと渋いな。ちょっとだけ渋いな。じゃあらで、ふみ踊り子の方がいいんじゃないかな。やばい、ちょっと32ジョージ君、デブの逆転を知る。いやー、これ山吹なんか超出てほしいわけですよ。山吹とか超、いや山吹とかもう、もうかなり比類なきパラディンだからね。で俺今回も誰が来てもいいという覚悟でこれ設定してるから。ナスルエム山吹。俺44、今44渋いな。山吹ブラザーいねえのか。ブラザーは本当は固定ダメだけど、こういう状態だったらもう多少しょうがねえよな。多少な。1億の方が欲しいと思うから職変えるんじゃないかな。ふみさん、なんで。でもな、常闇3匹倒して1億だ。常闇が船に声かけるのはありじゃない。うん、いやもうありだよ。推奨はしねえけど、ありだよ。そんなんなしだよ。なしとは言わん。花澤さん、ありがとうございます。93でいいなら行きます。まず93、93ちょっと弱い。93ちょっとダメかな。少し時間いただけるなら。まあ、俺ね、こう、一人用意し、マジで。それどれぐらいよ。それどれぐらいよ。これフミが誰か連れてこられんの。それはいいね。予選に間に合うかな。まあ、要するにね、こっちはあの6時から決勝に備えられればいいんで。ちゃっちゃら。そう、俺これ見たいんだよ、この試合が俺は。ちょっと見たくないですか、この試合。俺見たいんだよ。ちょ、いや、ちょ、これ頭おかしくねえ、これ。ちょ、これやばくねえ、これ。17時間50分経過とか、マジ頭おかしいな、これ。もうここまで来たらやるもんな、もう24時間な。心臓発作とかもうマジで、いや、なんかやばい、体が、とかなんねえ、絶対やるもんな。
テレレレって。ビッグシャワー見たい。俺出ないけど、俺なんか絶対全然無理だよ。でも18時間連続結構、いや俺あれだよ、俺今あれだよ、18時間じゃないよ、ちくわ越えしてるよ俺。だって俺1枠30分で終わって1枠簡易放送やってるから、俺今あれだよ、19時間。寝てないんだよ俺、これマジで。俺昨日の10時から、別にこんなもう修学旅行自慢みたいなアホだけど、昨日の10時が、おぉ、スピナーさんが武道家で来る。それなんか勝っちゃいそうだな。そうか。まあスピナーさんたちもな、まあ落ちてる1億は拾いに来るよな、そらな。ちくわさんとね、俺どっちかというと良くない。いや、僕は全然もう心から、なんていうの。僕は心からその、なんだろう、心からいい距離でいたいなと思ってるんですけど、ちょっと僕が昔パワープロで、パワープロ2016っていうゲームがあって、なんか栄冠9っていうね、高校の監督となって、その球児たちを甲子園制覇に目指すみたいなシミュレーションゲームがあって、すごい面白いんですよ。そこの高校に俺、ここが今高校っていうのを作って、その選手の名前、みんなドラクエ生主とかの名前にしたんですよ。そこで小久保の転生かなんかが出て、めちゃめちゃ強い、もう素質あふれる選手が来た時に、俺はこれ敬意を持ってちくわさんっていう名前にして、メガネかけさせて、後ろをちょっとこう、何、まあ、ちょっとポニーテールみたいにしてね、ちくわさんそっくり、もう誰が見てもこれはちくわさんだっていうキャラを作成したら、ちくわさんがすっごい怒っちゃって、それでちくわさんが満塁ホームランとか打ったら、俺がちくわさん最強とか言ってツイッターで上げて、ちょっと勝手に盛り上がったら、それを見たちくわさんが激怒したらしくて、もうあいつとんでもないっつって、なぜか、俺ちょっと一応すいませんで、まあ一応俺間接的に謝罪して、いやすいませんでしたっつって謝罪して、それをなんかロアが、あんなんでいかん、なんか人間ちっちゃいんだよとか言って、ロアがなんか放送かなんかで煽ったら、ロアまでマジでブチ切れられるっていう。だちょっとね、まあ反省してますよ。まあ反省してますよ。すいませんでした、ちくわさん。もし見てたらすいませんでした、反省してます。ただ僕はあの悪意はなかった。そんなになんかそのちくわさんバカにしてやろうとか、まあそういうのはなかった。ただ僕はちょっとなんか、まあ、どっちかというとちくわさんに笑ってほしいなと思って、どっちかというと、おお活躍してるんですか私みたいなね、私結構いい感じで打ちますかみたいな、まあ、それぐらいちょっと俺は、まあ、そういう間接的にちょっと本話が仲良くなれるかなって俺期待したのに、まあ、ブチ切れたってことで、俺はちょっと、ああちょっと良かれと思ってやったのに、ちょっと失敗しちゃったな。まあそれ以来僕はパワープロやんなくなったっていう。それ以来あんなに夜中面白おかしくみんなでやってたパワープロを僕は一切やんなくなった。しかもパワープロも人にあげたっていう。スピナーさん来てくれたら行きたいですね。バチッと行きたいですね、スピナーさん来てくれたら。あいつとは分かり合えないよな。ということでね、皆さん、予選なのでギャンブルとかないんですけどね、ちょっとクーラーの業者さんと話してる時とか、タカゴが話してる時とか、ちょっと声入れらんないんで、声が止まることはちょっとありますけど、進行ちゃんとやるんで。とりあえず、盗賊勢予選先行こう。盗賊勢の予選先行きましょう。聞こえてますか？ブチ切れてはない。いや、なんか、だから相性ブチ切れてるときは、いやー、ああいうノリがね、ちょっと私、無理なんですよ、って感じでしょ。いや、なんか、ああいう、ちょっと、ああいう、なんか、いじられ方とか、ああいうノリとか、ちょっと、ああいうタイプの人がね、私ね、ちょっと苦手なんですよ。っていう感じでしょ？わかるわかる。俺も一緒だから。しょうがない、お前ら。
人間お前らしょうがないんだよ。人間合うか合わねえかってあるんだよお前ら。紅茶が好きかコーヒーが好きかね、猫が好きか犬の方が好きかって人間その好みが分かれるんだよ。うわー、俺だったら絶対あんな奴と付き合わねえわーっていう人と付き合ってる人もいるわけでしょ。人間そういうもんだよ。難しいんだよ。だから俺はなんで俺のことあんなに嫌ってたミニラさんが今こんなにちょっと幸運にしてくれるのか、ちょっと俺も戸惑いを隠せないよ。俺もじゃあ行くか。社長、4校で言うと誰に、4校で言うと誰にして、俺4校でしょうが。ああ、ワンピースのね。いや、俺は白ひげでしょう。盗賊は略して。盗賊行こうよ。盗賊放送くれ。盗賊の人放送くれ。いや、俺は今日こういうトークもちゃんとやっていきたいんだ、お前ら。いや、俺も24時間って言っちゃったからやるけど、つってもダラダラやりたくねえんだ、俺は。普通の感じでやりたいんだ、俺は。なんだもん。俺やりて、まあ、いいよ。4校に選ばれるんだったら誰でもいいよ、別に。誰でもいいよ、別に。選んでもらえないといいよ、俺、それで。来た。ちなみに皆さん、抹茶さんの YouTube ライブなんですけど、皆さん、渋いっすよ。抹茶さんの YouTube ライブ、視聴者1人ね。属さん、つまり1人ってことは、抹茶さん自身しか見てないっていう。これ、僕がこれを見に行くことによって2人になるっていう、おめでとうございます。よし。はい、来た。これ YouTube はさ、これ YouTube はね、こう画面が大きいんですけど。じゃ、マイク入ってる。ちょ、タカゴの方入った今。両津でのライブって現場の人の声は今高子の声入った。入ってねえわ。白ひげってもう4すべらげじゃないだろ。あ、 URL 省略。あ、聞こえなかったですよ。聞こえてません。わら、両津でって検索しにくいから外部の宣伝なしじゃ人集まらないのがダメ。よろしくお願いします。こんにちは。行こう。もう予選行こう。ちょっと俺声止まるときあるけど、ちゃんとこれもう有効だから。それでは皆さん。ジョージさん。俺ジョージさんこれ。ジョージさんってこれ、真面目お兄って、あ、これ見たことあるかも。俺こういう真面目お兄とかこういうタイトルで言う人、俺みたいなもんのこと大嫌いだと思ってたけど、企画来てくれたんだな。嬉しいな。いや、嬉しいな。はい、オッケー。それでは、盗賊部門、予選、開始いたします。ちょっと俺、恥ずかしいんだけど。ちょっと業者と高子は、ちょっと遠いんだけど、話してるとこに、盗賊部門開始とか、ちょっと恥ずかしいんだけど。いや、ちょっと俺、恥ずかしいんだけど。何してんだ、ご主人ってお前ら、恥ずかしいんだけど。ちょ、マイク切るわ。ダブル。旦那さん通報されるかも。わら。わらわら盗賊部門。わらわら。せっかくなら胸張ってやれよ。わらわら。わらわら。本番開始していいのかな。大丈夫ですかレイン。いいんですかってと。ここに持ってやれよ。俺がチームで行くわ。スタートどうぞ。フィクサーさんからいただいたんで、じゃあ行きましょうか。はい。ブンブン。俺さっきさ、豚骨ラーメンめっちゃ食いまくったせいでめっちゃ腹痛い。おい、俺ちょっと黙ってるし、スタートブンブンとか言って恥ずかしいんだけど、ちょっと。なんだよな、奥。やばい。じゃあ行こう。ちょっと黙ってるし、スタートブンブンとか言って恥ずかしいんだけど、ちょっと。あー、こわ、ちょ、待って、持ち替えのタイミングは。マジでお腹痛いんだけど。しかもさ、調子に乗ってさ、結構油多めでって言っちゃったんだよ。どうぞ教えろよ。わらわら。正論が違くない？お願いします。いらっしゃい。タケ、俺マシマシで社長の声が2回聞こえた。これもらったな。怒りこのままでいいよ。うん、
俺残るか、じゃあ。大盛りのかき氷よろしく。いた。10秒後だからギルボンは置いてもいいよね。あそこ食らうよ、やつ。なんか爆弾っていうか、うんこ落ちてるけど。行くよ、サイカ。あ、ちょっとこいつらプロだな。あ、乗ってないじゃん。おい、こいつらめちゃくちゃプロじゃねえか。ちょっと、おい、どうなってんの。こいつらプロだな。なったなったなった。チッチッチしてないわ。あ、更新しないね、もう。え、調子残りで。うん。うまっ。怖いなぁ。いけた。あ、ちょっと更新。あーもう最高。チャンスキーターンエンドで、エンド75。これ偽イカリ。あ、これ偽イカリだね。奥は。葉っぱ行くわ。いけぼやな。あー、カチンコチン。死ぬ。あ、違う。あ、ラッキー。上がりながら沈むくらいな。ちょっとサプライズ行くわ。あ、今使って、おっ下がる。俺多分、俺イエーイ。これピオに向かってないか。うん、俺後ろでピオするかな。じゃあ俺ガリ残しで。おお、危ない。あ、今ピオかけちゃおうかな。ちょっと滅却更新しとくわ。未成果に知らんのか。そうだ、滅却しないと、うん、あ、危ねえ危ねえ危ねえ。ちょっと待って。あ、俺タゲ、はいはいはい、ジャンプ。ああ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 あ、俺タゲ、はいはいはい。お強い。キャンピング滅却。そんなのも知らんのか。サプライズでもいいんだけどね。そろそろ大変だ。やっぱあれだな、ガリック残し。頑張って宮田さん。だからそろそろ黄色注意だな、実は。あ、雷来る。あ、雷来る。一人でみんなで受けよう。一人で受けよう。あ、俺だ。あ、必殺あり。もっとは入ってないんだな、ガキの人でも。うまいな。なんだそれ。必殺で飛ばせ。ちょっと耐えよっか。二人重なるとダメージ倍増。サプライズラッシュするよ。あ、強い。待って、しずく使う僕。でもこれ怖くない？怖い。方向来る。ああマジか。ブレスを耐えて通常が誰になるかだな。いや、耐えない耐えない。テンションか。やばい、しかもゲームが外れた。心どっち蘇生だ。先に蘇生するわ。俺蘇生する。シャオラン壁。いや、俺死ぬ。連番じゃないっすか、僕。蘇生よろしく。うわー、終わったー。は？これ終わったな。終わったわ。待って、クソつらい。マジかよ。もう一回やりたいんだけど、はい、終わったマジかよ。はい、終了。あ、笑じゃんじゃん。
いやー、やっぱ心使ってくれちゃったな、そこで。はい、終了。はい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 。いやー、悔しい。マジかー。止めたのがダメだったな。てかね、氷のゲロを言っとけばよかった。黄色い方の氷のゲロだから次方向来ちゃうもんね。ああ、そっか。うん。あれ飛び込むべきだったから。誰も飛び込んでなかったな。うん。もうあれは無理だった。ああ、そっか。弾がいっぱいだった。すらー。これ終わり？どうなんだろう。ちょっと抹茶放送見ようぜ。俺、これ何してればいいのこれ。いやー、はい、スピーカーさんいらっしゃい。俺何してればいいのこれ。いやー、マジかー。やっぱ方向つらいなー。終わり。自分の地理を添えて。あ、まだき、まだ地理を添えて面白かったのに。方向きついなー、やっぱこの構成。方向って出てからスパ、あの、サプライズだったな。ダメだったん、グラってね。ダメだった。気分入れ替えてマグロ節だな。早かったよな、マリホ。前半は早かった。お宝ハンター入ってたの、マジか。お宝ハンター入ってたのかな、あれ。重複してたの見えたけど。お宝ハンター撃ったのにサプライズかぶって先に効果発動してレグ硬直短いのもミスなっちゃったな。あ、とりあえずレグナード何も持ってなかったみたい。お宝ハンターではひるんでないね。サプライズでショック与えてる。あー、ちゃんと止めてんな。暇だし倒しに行く。倒そう。入るな。めっちゃくと盾装備でダークネス忍いだらけないと。あれだよ、方向。あ、もちろんもちろん、めっちゃくと盾装備入れてる。マグロ節流しながら倒してくれん。あ、マグロ節か、それが入ってなかったね。クマたちどうだ。心ね。これ怒りよな。お宝のがショック長いからな。吉永そうぜ。吉永、ちょっと今から急にね、マグロ節きついわ。全員食らってるわ。弱くないか、全員。マグロ、ご期待ください。焦っちゃダメよ。マパン正常。どっちも全滅じゃん。無理だよ、これはちょっと。いや、いけるいける。今から正常って放送中、他 BGM 流したいけなんでしょ。あ、そうだね。そうだそうだ、他の BGM 流しちゃいけないんだ。はいはいはい。そうだ。そうだそうだ。決まってるわ。さっき先輩がかましてなかったオフ。大丈夫だったかな。ちょっと、あれが欲しい。サプライズ打つわ。何が欲しかったって。バーチパワーが足りなかった。ああ、壁ね。レグナードね。ナイスすぎるー。雫使うわ。寄せにてるんかなこれ。わら。あ、嫌だそう。あ、それで結局しなかった。ガーリックさん持ってるよね、サイカ。そうだった。次回のカジキ大会で流せなくなるのか。待って、間違えたんだけど。これ全員全滅まさか。マジ？本当に？止めた止めた止めた、多分止めた。しずくつくか。めっちゃくするわ。サプライズ行く。今度こそ撃ちたい今。あ、入らなかったな。マジか。ガーリックは起きた。レグ1も難しいか。
プレステ4で始めたドラゴンクエスト10生主に旬のマグロ見せて驚かせました。笑旬のマグロビビるでしょきっと。あ、ウィングダイブとかやだな。サプライズ信じすぎ感。サプライズ信じ、いやー信じるしかないでしょ。信じるものは救われるでしょう。レグ1ならスパショ入んないんかな。弱、ライが弱ライが弱。スパショ入るよ。あ、抜けます。はい、あー強い。チャンス、あ、チャンス消えた。俺必殺ある、撃ってみるわ。いやいやいや、あれ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 、ごめんごめん。ちょっとなんでなんで。雷だわ。よりによって俺だわ。耐えたー。うまいか。俺か？わかんない。俺だ。耐えたー。めっきぶ切れるな。てか感電ダメージ弱。あ、ちょっとなんか銭湯のあのビリビリのやつみたい。あ、ごめんごめんごめん。影確認、影確認。これガリッ、ガリックさんだね。辛いな、辛いな。葉っぱ置いた。わからないから目線のやつ多いな。シャオランさんかな。スパショ、スパショ、命かけていない。まあもうサプライズ仕事して。やばい、カッコつけてる場合じゃない。滅客だわこれ。あー必殺引いた。パンパンしたい。パンパンして、パンパンしちゃう。今のは痛いね。来た。あーパンパン最高。いたこれ。パンパン来たよ。これ以外下がろ。俺下がる。雷怖いな。ここでしか生きられないから言ってやるなよ。わら、ここは狙ってみたいけど不燃となってできない。あー葉っぱ置く。前出るわ。テールだ、やったぜ。じゃあ俺下がるわ。ちょっと宮田さん前で。はい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 。答え。はいはい。表示の画面見せてくれ。ファイファイに最高だって。ファイファイ N 最高だって。もうトゥルトゥル最。ちょっとこういうこと言うと。驚きのラッシュ。なんかさっきから俺の決まんなくない？あ、はいはい、壁引く。あ、俺だ。いや、入れてみる。つまんな。あ、一応だけど、盾持って守りの盾するわ、俺。あ痛いね。一応守りの盾しとくわ、そろそろでしょ。あ、俺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 。はいはいはい。雫使う。誰だこれ。持ち帰る。そろそろ滅却しとこうぜ。うん、ちょっと待ってぼっち寂しい。あ、でも大丈夫、このまま抜けていただければと。はいはいはい。ケツライダー誰だろう。あ、俺だ。はい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 、わかりやすい。俺サプライズ行くわ、守り立てあるし。いや、俺が行く。いやー報告る。あ、ラッキー。葉っぱ行くわ。お願い葉っぱ。で、離れて。はいはい。正直よ、方向次氷。うえーい、最強滅却。
所入れとくよ。急な怒りに対応してサプライズラッシュを準備しておく。じゃあここで一回止めとこう。止めるよ。じゃあ止まるかな。これ何なのか。いや違う攻撃を止めとこう。今のうちにでも怒り取っちゃっていいんじゃない。ああダメだ。じゃあ取るよ。じゃあアカネス、ツルポカ最弱11、ライブ、ニコビデオ、ジプオビギンビ注意、カニニコビベ。当たんないよ。当たったごめん。ロストする。ロストしなくていいのかな、これ。しない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 。怒りだ、怒りだからテールターン。テンションじゃなくて怒りも外れるのか。これどうする、葉っぱ待機。いや、ブレスだから、刃して通常。失礼しました、失礼しました。裏回って。ハゲオタが来る。でしょ。ちょっとね、やっぱクーラー見んので、これは、難易度高すぎんのかな、これ。方向。ちょっとね、クーラー見んので、ちょっと時間くれって言われてるから、ちょっとやっぱき。先に雫使うわ。雫。ここまでガチプレイヤーたちがな、そう、レイン固定職に自由液とか。はい、強すぎる、強すぎで、怒りだから下がってもらってテールターンだよね。これ前のコースで大丈夫。大丈夫大丈夫、いないと怖いかな。ちょっと、メッキクレジオン1分あたりにて討伐してるからいけるはず。大丈夫、俺食らってない。俺が引っかかる位置になってから。あー、いい関係。これ俺が抜けた方がいいの。ちょっと宮田そう頑張って根性で俺抜ける。俺抜ける、はいはいはい、多分ね、ハゲオタ。あ、ラッキー。よし、来てるわ来てるわ。少し入れとくよ、はい、止めとくよ。チャンス、あーチャンス消えた。予選準備17、45、表示、放送。結構まだ怒り続いてんのか。うん、6ターン。うまいのはわかるけど、あと3回分、ね、2回かな。必殺マンだ。こっち側で。あ、俺ツッコミで避ける。ハゲオタだから。あ、オッケーオッケー。止めてからサイカ撃つ。奇跡の1回山手が捉えていたの。わら、発動しました。マグロ、はい、サイカ、サイカ行きます。あー間に合わなかった。うん、はいはいはい、まだ怒りか。まだ解けないと思う。更新する。いや、これサプライズしたかったな俺。うん、かもね。奇跡っておい、プレスがあるからこそだろ。これ回り込む、ハゲオタ。多分テールだとは思うけど、そろそろ怒り解除。必殺来たな。必殺いつ撃てばいいんだ。あ、待て、あ、怒り解除かな。あー、次解除されそう。必殺撃っていいかな、うん、やめとく、撃つか。あ、あと1回ある。おしおし、あー、ちょっと。いや、俺サプライズあるから。どの道に止められる。滅却、ガリックさんが。お前ら応援とかしてやらんの。止めたターンはターン進まないんだな。行動数、ね、6回行動、かっこ1回竜の方向。これずっと怒りいけるんじゃないか。多分いける気がする。止めちゃおうかな俺。あー、必殺消えた。サプライズだ、はい、あ、でもこの場合内部的にどうなってんだろう。通常ゲージ溜まってんの。ハイダブル何回やってると思ってんだ。上下チャンチの前は溜まってるね。サプライズ強い。レビー1で気絶とかない今の字や。これ前行くよ。あ、違う、サプライズある人前行く。倒しちゃった。嘘でしょ。なんでさっき。さっきは多分練習が足りなかったな。うん、これは奇跡じゃないよ、そりゃ。わら、サプライズ竜の方向前に打っちゃったから。久しぶりに来たら意味わからんことしててくさ。てことで、ひらくおかえり。竜星くんもおひさおひさ。待って、動き大丈夫だったかな、今の僕の。超。ゆせくんやっこ。ここのコメント聞いてくさ、お手本みたいから出てほしいな。わら、11分16秒か。僕の放送映してらっしゃるね。
ひひひらきららきらこ全滅してるからなし。パチ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 渡す。まあ倒したよ。すげえな、笑。静岡のウルトラに刺されたでござす。すごいな。報酬別に特にいらんからやりたいけどね。変なこと言ってるの一人だけだから NG しとけ。まあすっきりっていうか、まあまあまあ面白いねこれね。これはどうなの結局ダメじゃないレグすら倒せないような弱いやつってなってるでしょこれ多分レグが一番むずいんだよな。レグすら倒せないような弱いやつのって難しい。いやー難しい。いやでもこれもう一回やったらできる。声が遠いのがシャオランさんで、ええ声なのがガーリックさん。ええ声なの、いや俺だろ、ええ声俺だろ。笑あ違うごめん、これ見てはやすってやらせるのかな。コミュニティ参加者100人減ったわ笑うわ俺だろ。ええ声、ええ声が上手じゃない。みんなしてやってない、やめろよ。画像綺麗画像綺麗、本当いや俺の声はやめよう。声遠いの、声遠いの。多分コミ、コミ参加数1000人ぐらい減るわそれ全員エサーがアモデウス1000人、俺全員だわ多分。コミ参加数1000人ぐらい減る。これいい声ですねって。ええ顔がアモデウス。ええ顔右のね。どうしても俺らじゃできないことないだから格付けしてくれないよ。アモデウスイケメンだろ結構。これ実際結構あの5時45まで予選準備ってなってるよ。これ結局どうなってんの。ねえフィクサーさんの放送これさ、予選準備5時45分までみたいな感じになってる。すみません、使用してきます。おっとこれちょっとフィクサーさんの放送見てなかった俺え、どういうこと、どういうこと。3人とも見てないのこれ。これ準備中ってことですか。これ準備中、これ準備です。これ ART 入る前の準備中的なやつこれ。これ準備中ですか。弱いやつなら悪いようになるから。クーラー入ってるから。あ、そうだ、俺クーラー、あ、ダメ、今ねクーラー入れると、俺さっき豚骨ラーメン油多めで食ったからマダンテ状態なのよ、お腹。マダンテってか暴走だってだろ。いやもう暴走マヒャデドス感あるんだよ結構。トイレ行ってこ、笑。いや、さっきトイレ行った、ひねり出してきた。ひねり出したけど、あのチューブの周りに残ってあるなんかこう、ああいうやつが多分あると。これ予選準備なんですかね。準備なんすかこれ。これ練習。ヨグランデで行こう。練習ならもう一回行きたい感ありますよ。え、もう一回行こう。なんか面白いし行こう。これ盗賊、盗賊強くない。盗賊強いんじゃない。なんか慣れたら。これ怒りを。ターン止める前に。イラン説明をした方が。イラン説明。いや臨場感を持って説明してるのよモバさん。臨場感大事だから。俺これは何してるの。あ、これフィクサーさんが主催でやってる6億ゴールド還元2周年記念イベント。あ、そうだよ、これ2周年の記念のイベントなんだって。明らかに話しながらの方が有利ですし、そこはどうなんでしょうか。なんか僕が練習ならいくらでもいいんじゃ。僕が宣伝しても多分何の意味もないんだけど、こちらのフィクサーさんの放送にてチャンネル2周年を記念するお祝いのイベントやってらっしゃるそうで、その一環のイベント参加してます。面白いからじゃない。微笑みにいかんけど。微笑みにいかんけど。スカイプ教えてもらえば解説では。先生で教えてもらってたで。売名、ここで売名しとく。普通にこの人たち上手くない。いいんだよ、僕は知る人ぞ知る。いや、いいです。知る人ぞ知るねえ、こう、可愛いエルコちゃん放送みたいな、そういうの目指してるから大丈夫だよ。いや、エルコちゃんいや、自分が舞茸生主で有名です。舞茸生主で有名ですよ。はい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 してるけど大丈夫。可愛いエルコは私でしょう。あ、強い。あ、俺だけ。これも必殺するしかない。うん、一応しずく使う。スパショよろしく。入れるしかない、入れるしかない。サプライズいきます。あ、止まんなかった。あ、封印ない。いや、俺もサイカマになる。俺サイカマになる。
雫サイガマになる。エンドでも行っていいよ。なんだあ、いいね。可愛いエルコ、いや、俺でしょ。あ、ほら、サイカマン。あ、俺じゃなかった、ごめん。待って、僕があるよ。置いていいよ、置いていいよ。か。いいよ。会話がわかんねえ、わら。止めるから。あー、ペチオくん。あー、止めるのかけちゃおう。あー、ペチオくん。あー、ライガー撃ちたい。どうせチャージタイムないけど。そうそう、僕映ってると思う。これは宣伝中時間。あ、雫マンです。これは一応あるんだ。誰か音声遅れても聞こえてくるね。あー、あのフィクサーさんの放送を僕が今、あ、僕いけない、更新してから払う。あれ、ミラーしてるから。ミラーって言い方もおかしいんだけど、ちょっと見てないと動きがわからないから。17、45まで終了した。ちょっとこれ、ハゲオが怖いな俺。あ、ニサチャージ、ニサチャージ。あー、雫マンです。シャオランさんかな。あー、危ねえ。滅却が切れまーす。あ、ピオリにしとこう。あ、ちょっと待って、これ多分俺ダメだ。あー、出る。調子良さそう。アクロ、調子、もうもう。からの当たると仮定して俺ガシンしてるからね。当たる前提でガシン昇段してるからね。だからハンターって何秒止まんのこれ。2ターン分だから14。14なるほど。14は俺がさっき適当に言った数字。ダメだ。あ、わしじゃない。強いよめ。しずくマンです。本番はスカイプで年金中。なんだそれは。あ、やばい。あんやん。会社は心理で立ち合ってるのか。オケハッパオッケー。なに、お祓いする。お祓いどこだろう。あった。ちょっとちょっと調子前行ってくれ。これ俺ツッコミするわ。いや大丈夫大丈夫。回り込みに回り込む。声が遠いのがガーリックさんであったか。そう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 。あ、俺だ。あ、俺宮田さん。俺あ、はい。俺下がる。スカイプ禁止とか、スキーで音放送に流さなければ不正できるんじゃね。どうせ雫使うんだったら、こうしてるわ。強い。どうせ雫使うんだったら、これでいいよね。え、これも必殺じゃん。スカイプありたいわ、別に。あー、強い。もう、気持ちいい。チャンス、チャンス。あー、撃っちゃった。チャンス、チッチッ。なんで、撃っちゃうの。ソーロー鬼です。はい、これってイカとかもこの構成だっけ。サプライズ行く。全部この構成で行くってこと。あー強い。次サプライズ行く。あ、あ、違う、俺取ってく。後ろ下がって、後ろ下がって。あ、あ、方向来るから。いや、下がって。オッケー。で、俺を壁にして下がってくれ。あ、いい感じだ。でもブレス大丈夫。毒は一回通さないの。使いたいな。どうなんだろう。ダークキングもなんかやり飽きてるぐらいやってるからな。あ、強い。でもハゲオタだと思うけどね。これ HP1 でいいんじゃないの。笑。ダメだ。これジョージとかが一回取ってほしいな。まだか。ちょっと一回攻撃するよ。レブが一番きついから。オケじゃない、オケじゃない。宮田さん止めてくれ。いや、これブレス来て置き葉っぱして。あ、そうね。あなたは出ないのですか。ちょっと死んでないじゃん。チャンスありますよ。あ、危ない。で、通常攻撃が来ての雷の可能性が高い。あ、まあ、って言って蘇生して死にたい。無敵中よろしく。多分俺心、なんか心使わない癖が出ちゃうんだよな。この放送 NG 上流で消える人多すぎない。ねえ、心強いのにね。ああ大丈夫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 。よろしく宮田さん、宮田さんよろしく。一応サプライズ溜まってはいる。溜まってはいる。
誰か打ってほしいかな。初めての回り込み。あ、来る。あ、いや、やめようぜ。ここは埋まったら超楽。いや、だぜ。止めてみるよ、サプライズ。あ、激怒。強い。激怒って激怒通常ってか、単位度ほとんどが通常になっちゃうね。立川さん強いね。わらわら。ちょっと待って、教えて欲しかったんだけど。いや、来ないと思った。来ないと思った。サプライズラッシュあったんだけど。この場合、竜の方向の来ないと思ってた。来るんだな。でもこれ、予選だから。しかも練習でよかったわ。なるほどね。あの場合の激怒来るのね。フィクサーの心が欲しい。ちょうど僕の放送今これフィクサーさん見てるっぽいから、ちょっと今のうち言っといたら分けてくれると思うよ。フィクサーの心が欲しい。ちょうど僕の放送今これフィクサーさん見てる。今放置タイムじゃないのか。多分今のうちに言っておけば。あ、小原さんありがとう。五千兆円欲しい。五千兆円欲しい。五千兆ゴールド欲しいんだけど。あ、小原さんありがとう。激怒はサプライズラッシュ待機で。うん。75% 切ってからちょっとしたらちょっとサプライズラッシュ俺打つのやめるわ。お、小原さんベホイムサンキュー。ただね、忘れちゃならないぜ。盗賊はね、攻撃もね、こなせる、回復もこなせるだから。円欲しい。言いたい放題。それも意味だろ。あの、攻撃力が高く回復もこなす戦闘のスペシャリストだから盗賊。それバトマスさん。あ、それバトマスか。なんだっけ盗賊って、攻撃も回復もこなすみたいな。1人3億ゴールド欲しい。宮田その投資どうなったん。宮田その投資どうなった。ホイミあるで。ホイミあるで。そうそう、ホイミあるから。ホイミ強いよ。宮田その投資どうなったっけ。どういうこと。予選準備なのこれ。予選準備だな。予選準備だよね。攻撃も回復もこなすスペシャリスト到着。賢者ホイミという技がある。ジョージなんでアヌビスなの。え、ああセットでいい。セットでしょ。装備買ってたけどまだ取り戻せるん。君、正論ばかり言ってて。装備買ってたけどまだ取り戻せるんだそうです。いや、俺もないんだけど。ああ。なんとキアリーまであるんだぜ。無理じゃん。ほら、キアリーもあるし。わかんないわかんない。しかもね、バナナ置ける。バナナ置ける。あ、フォローありがとうございます。社長の心が欲しい。なんとキアリーまで。やべえ、わかめ食ってない。やばい。これ本番じゃない。だって45でしょ。そうなの。本番まだだった。雲の巣も晴れるよ。後ろからでよくない。ああそういう人。変わった変わった。映りはどうなの。映った怖いんだよな。7 8 9 10殺し屋まで何か盗賊にキアリーしろよって思念送ったか。13 14 あれ映んない。長いな。長い。あれ、さっきので終わりじゃなかったのか。うん。サプライズラッシュって言っちゃうと。私がサプライズマンです。あ、ごめんなさい。あー強い。お祓いするよ、俺。なんだよ。ゲーム TMG じゃないのじゃないのかよ、わら。俺近寄れない。最近ドラ11しかしてなかったからターンタイム。ナリクさんお祓いしてお願いします。俺何もできねえ、これ。いや、もう自分でお祓いするしかないだろう。あ、シャルウィーダンス。ありがとうナス。あ、はいはいはい。はい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 。あ？あ？はい。いや、ここで俺がサプライズらしいな。はい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 。どういうこと？はーい。はーい。難易度高そうだな。つうかこれあれだな、釣りチャレンジお疲れ様です。スカイプしてて不公平じゃねえか。難易度高そうだな。誰と誰がスカイプ知ってるとかわかんねえもんな、こっち。あ、必殺マン。必殺マン。あら、誰と誰がスカイプ。ヘリオスの眠みやたそってのんけない。
何度食いって言ってる人いるから参加させてあげてよ。いやん、僕だ。あー、強い。はい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 。あれてんの？トルニでーす。幼稚で放送が止まってますね。 YouTube が止まってる。めっちゃくちゃ YouTube 動いてますよ。さよならです。あっ、あいっか。こいつマジ早いなって。あ、なんだろう、長すぎんのかな YouTube。あのサプライズマンです。パキさんみたいんですが入らないマンです。サプライズマン、ちょっとゴミだけどない。サプライズゴミだな、これ。あっ、チャンスいきました。倒せねえって分かってるとギャンブルになんねえよ。失礼しました。おい、奥さん。サプライズだし。いやー、でもあれだねー。必殺お願い。はい、練習で倒しました。はい、練習で倒す。クーラー直さん。二人がかりで入らないもん。クーラー、今日根本から直さなきゃいけないらしい。盗賊さんきちいか。下がる。あ、死ぬ。これを見てエントリーが、これを見てエントリーが増えてくれれば盗賊さん生きていけど。マイデル、マイデル、マイデル、マイデル。サプライズマンです。あ、弱い。俺分かってない。ナイス、ナイス。あ、でも必殺。開いてるよ。あ、強い。置いちゃおうかな。へえ。来た。いいね。待ち人来た、待ち人。ライガー撃っちゃおうかな。ライガー撃っちゃおうかな。ライガー撃っちゃおうかな。やばいやばい。ノリ軽いな。サプライズない俺。それではお待たせしました、こちらパラディン舞踏家踊り子組いきましょう。だよね。パラディン舞踏家踊り子組。勝った方が安いんじゃない。あれ結構強いね。行っちゃうんだね、線とか。盗賊さんきつそうだな、ね、で45分から本番でなの、あと1分だよ。盗賊さんきつそうだな。あ、ま、負けた。いや正直ちょっと可能性がこれきついなっていうところにエントリーしてもらうと悪いもんな。これもう T 入ったらさ、いやいけるよ。取らなくていいでしょ。正直ちょっと可能性がこれきついなっていうところにエントリーしてもらうと悪いもんな。 URL 省略してるね。ちょっと走って任せよ。テレビ放送来ました。さっき勝ったからね。さっきジョージさんは倒してましたね。あ、そう。正直レグナードよりもメイブのが多分簡単だと思うんですよ。この構成だとメイブのが多分簡単。ヌポカ314ライブニコビデオジプオリギンリツイートニコリベアイ。ちょ、見よう。むしろレグが一番きついよ。ドローンはダメなんですか。それではこちらテルミニャンヒューガ VS テルミニャンヒューガ VS の小鳥小鉄クロエ VS のフミ山吹スピナー。ちょ、三軍予選だな。テルミ軍、愛軍放送見てますね。それから、愛はだからことでしょ。小鳥ことつ。あとは山吹、ふみ軍。ふみ軍放送準備できたらください。まあ皆さん。皆さん、この人たち練習時間与えちゃうともう倒せるようになっちゃうんで、そこを踏まえて全軍参加してもらってのギャンブルか、一軍代表だけのギャンブルかですね。ジョージ・ガーリック・シャオランはどうなったんだ。してもらってのギャンブルか、とりあえず見よう。
パラ踊り武道家。ピラコンまで入ったの。ちょっとこれ見させてもらうね。まあこの人たちに1時間もあげちゃうとね、まあ攻略されちゃうからね。ちょっとこれ見させてもらうね。いやそれ深い。まああとはあのこのガチ勢のその順能力か、まあ攻略されちゃう。順応されちゃうかギャンブラーがそこをどう読むかだよな。あとはあのこのガチ勢のその順能力か。これ本番、本番というかここ全滅したら終わり。ガーリックさん本番いきますよ。本番足並み揃えていきましょう。アイさんも本番行っていただいて OK です。まあ予選本番ですね。ここで最速を出した方、まあつまり、うん、アイ、あれアイ来ねえよ。まあ予選本番ですね。ここで最速を出した方、まあ、まあ、私東方東カジノが欲しいのはね、こいつら勝てるんじゃねえかな、いや厳しいかな、でも勝てるんじゃねえかなというね、そういう人たちに決勝に来てもらいたいんですね。いやこれはもう10回やって9回負けるなとね、出場してもらうの悪いんだよね。あれだな、俺の声入っちゃうとちょっとミラーしづらいな。音楽入れるよ。いやーこれでもあれだな、これちょっと音楽流しちゃいけねえときついな正直。さあ今やっていることを簡単に説明します。3人で3人のパラ踊り子武道家構成でレグナード、メイブ、ダークキングを攻略してもらいたいという企画。攻略できたら1億ゴールドを差し上げるというね、そんな企画を提案して、今、メンバー、放送を入れての、これに挑んでくれてるパーティーが5組。こちら、テルミ、ニャー、ヒューガ、こちらのパラディン舞踏家踊り子軍団 VS、小鳥小鉄クロエの3名。VS 山吹、スピーナ、フミのこの構成で最速の記録を出した方がこちら予選突破という形でいきたいんですけどね。貴族流しちゃいけないらしいんだよ。放送流しちゃいけないらしいんだよ。そうらしいんだよ。そうな、そこを結構念押しで厳しくなっちゃったらしいんだよ。さあここで打ってからの両つべ放送だから、いやわかんねえ。ドラクエの規約書いてて結構そこら辺を結構ね厳しくするみたいな感じになって、これ倒せそうだな。ちょっと愛の放送がちゃんと来てない。愛の放送が、うん、ちゃんと来てないね。愛さんのところとふみさんのところが放送番号欲しいね。それではジョージさん、これレインさんってことなんです。ジョージさん、レインさん、次の、なんでテルミはウェイトブレイク打たないのか、もうファイナルファンタジーの BGM つけないのか、わら。いや悲しいよ。2分後スタートでいきましょう。これレイン軍の皆さん、ジョージ軍の皆さん、次2分後で放送準備、これスタート OK になったら放送の URL ください。放送の URL こちらに貼っていただいたらスタートの合図をします。これね、全軍を出しちゃうにしたらちょっと緩いと思うんですよ。全軍を出すと緩い。はい、ハットプス、わらわら、両つべ、ゴムチャンネル、しななくすぐずれ、プグム4、ルムクズク、ハチクルランリブ、著作権の問題だろ。ここが今 OK なんかな。ここが今 OK みたいな。さあフミチャンネル来ましたね。さあフミのところ真っ暗。ドラクエの画面じゃなければ動画、音楽は可能。ドラクエの画面じゃなければね。ここでニャンが落とされる。
さあ方向、これ相当上手くなきゃダメだな。さあテルミがこれ抑え込めてるとしても、まあこれ難易度高いよ正直。表示 URL です。URL省略。はい、OK。このプトは無理。黄色になっての呪いで動けない。渋いな。これ渋いな。さあ、I放送ちょっと分かりませんが、ここは全滅。ふみ、URL 省略。はい、OK。さあ、ジョージ放送、ジョージさん本番スタート OK です。本番、本番スタートからのあと4時間か。いやもう今日クーラーすぐ直んねえってなった瞬間超テンション下がったわ。このさ、俺新配信さ、なんなんだろう、新配信マジでミラーできねえんだよ。止まるんだよ新配信。困ってんだよこれ。いやー音楽ほんと使えねえのかな。さあ、ふみ、山吹、スピーナー、パラディン、踊り、舞踏家ですね。さあスタートどうぞ。いやいよが、いやいよ無効スタートですね。ファイナルファンタジーなら同じスクエニだから OK。 そういうの目立って他の音楽当ててる人あんまいねえから、まあちょっと俺なんかちょっと気をつけなきゃなと思ってんだけどな。外の戦闘行って曲でも鳴らしたら。自分で放送用 BGM 作曲しましょう。一気にだけ盗賊さん。 URL あります。はい、レインさんお願いします。わらわら、ようこそ。このチャンネル17くすぶくで、くずむ4、うむくずく8、クーアウリブ。ドラクエ10の曲の中では激しい音楽探せば。ドラクエ10の曲だったらいいの。ドラクエ10の曲だったら OK な。ドラクエの曲中心にいい曲貼ってくれ。ブラザードもいい曲貼ってくれ。正直曲使えねえとか超痛えよ。さすがにこの戦闘やってる時にカジノの店内の曲はねえな。ロマサダわかんの。なんかダメだダメだって来るんだよ。笑、平和すぎ。そうなん。ドラゴンクエスト10の曲ならいいような書き方。あ、そう。そのまま48時間やれよ。いや24時間だよ今日。勘弁してくれよ。正直クーラーもなくて超きついわ。もう他の部屋ガンガン、流してこう上げてる状況だけど、やっぱ高子が嫌がるからよ。さあここもいけそうじゃん。さあ踏み、山吹、スピナー、初めていいですよレインさん、初めて OK です。いやー俺はでも結構難易度高いと思うんだよな。ただね、競技としては成り立つ気がする。ここからメイブとダークキングさんでしょ。メイ、これ競技としては成り立つと思う。痩せるためのサウナだとな。石だと噛みつかれてもパラ死なないんだよね今は。これ落ちてからの、うん、パラディン、踊り子、舞踏家、そうだな。 URL 省略、ドラクエ10の BGM です。ありがとうございます。まあ今これでいいけどな。この放送でメイブとダークやるの。この放送でメイブとダッキングやる。さあ感電からのアイテムは全部あり、アイテム全部あり。
だこれ、このパラ武道家踊り子構成から一番早かったとこ一組、盗賊三構成で早かった方一組、これ VS 常闇三種でギャンブル、これを今予定してますね。これ時間切れでしょ、わら。まあ生き残ることはできるけど、倒すことができるかどうかだな。ただ今後は TA はね、こういう感じになっていくと思うんだよね。もう TA はこちらが高額の賞金を設定して、構成を設定してクリアできるかどうかっていう、やっぱりその、邪神の南国みたいなね、そういうコンテンツのギャンブルバージョンになっていくと思うんですよ。まあ、要するにもう同じ構成で何十時間も練習して、まあ、練習した人が報われるってのは大事ですけどね。そうするといつの間にか競技人口がいなくなっちゃうんですよね。だから TA 人口、だから TA こういうののね、すぐ即席で戦略考えたりね、こうやってひらめきができる人たちの戦いのコンテンツにしていけば、さらに TA は伸びしろができるんじゃないかなと、このように考えています。さあ打ちまして、その代わり高額賞金じゃないとモチベは上がんないですよね。これ倒して1000万じゃみんなちょっとやんないんじゃないかなと思いますけど。これ食らうね。食らわない。さあ、ふみから。まあ、少なくても今回エントリーしてくれたとこから、腕のある方がこちら決勝の舞台上がってきますが、まあ、1億の還元祭ね、ギャンブラーたちに手堅い常闇軍で還元となるか、それとも、ここを撃破して人類軍たちに還元となるか、さあ注目のとこでございますが、まあここの常闇三種がね、常闇三種をこう一連の試合で見れるっていうのはなかなか悪くないですよね。おお、なかなかいいね。これいけそうだね。このやっぱスピナー山吹っちゅうのはこれ強えもんな、これな。まあ、むしろこのアイテム何でもありという設定はむしろちょっと緩いかなと思ってるんですけどね。やっぱり3連戦っていうのはそれなりに緊張しますよ。アイ軍勝ってる。アイ倒したよ。倒した。記録ください。これ倒すのは楽勝で倒すそうだね。小鳥11分15秒13。 OK、 小鳥11分、これ予選の参考タイムになりますね。小鳥11分15秒13。さあ、これはパーティーへ、パラブ踊り構成。アイさん、そこが最速記録だったら予選勝ち抜けで決勝もうすでに、エントリーベッドスタートの対象軍としてエントリーしていただきます。こちらの勝ち抜けが出次第もうギャンブラーさんたちに呼びかけいたしまして、さあ盗賊さんでレグ黄色 OK。ナイキャッチーム変わらずね。さあ今日ギャンブラー勢がどれだけ放送を見てくれてるか。ありがとうございました。テルミさん負けちゃった。テルミさん全滅は残念。ナイスブラザー。さあここがスピナーが落ちますが、今んとこタイムはまだタイムいけそうですね。俺ここがいけるんだったらいけるんじゃねえかなと思うんだな。さあ武道家パラ踊り子感電からの、はい、スワリメさんこんにちは。さあここでまだ7分
7分40秒。さあ、これ結構やっぱ3人は緊張あるな。早いね、早い。7分59秒787分59秒78からは、これがフミ、ということはこちらがテルミ軍、テルミ軍は全滅ということは予選勝ち抜けはフミ軍ですね。はい、パラブ踊り部門ではこちらがフミ、スピナ、山吹決勝進出。さあ、残念ながら愛軍、愛虎鉄クロエは敗れてしまいましたが、レイン VS、はい、ジョージ軍赤、レイン VS ジョージ、レインコミュニティすべて、ジョージコミュ入っとこう。もうみんな普通に倒せんだな。なんだこれ。見られてしまう。あ、行っちゃえ。マジか。ちゃう。あ、ダメだ。いやだ、やめやめよ、ちょっと。これどうなるんですか。しずき使う。使った。1億また還元だよ。よし、次回還元だよ。こっち来ないで、こっち来ないで。あっ、くれ。壁なりよ。同イベントで持ち越しだ。同イベント持ち越し。サプライズどうしよう。サプライズは、あ、打ってていいよ、シャオラン。うん、これサプライズあるから、もし方向来たらやる。こいつら、めちゃめちゃスカイブしてんな。使う。あ、ある。あ、オッケー。止めてくれ。めちゃめちゃスカイブキッズたちだな。え、ここ、あ、張り行きますよ。方向かと思った、ごめん。ナイス呼び気。この後通常来たら方向。ただ俺ね、何がちょっと面白いって、呼び気読めないんだよ。あれ、いや、呼び気これね、読めないんだよ。この後メイブとダキュキンやって勝ち抜けるかどうか読めないんだよ。MP 管理する。 MP 管理。これは固定なの？これ、これ固定じゃない、はい、固定じゃないけども、エイト、イエーイ。キッチャン、さっきと同じじゃない記録これ。11分12秒47。ナイス。これさっきと同じだよね。レイン全滅、これジョージ。パチパチパチ。なるほどね。ちょろいな。鬼ごうく、縁おめでとう。ちょろいな。おー、ちょろい。謹慎したいね、スカイプ。スカイプ謹慎したいな、お前ら。俺、スカイプは許可してねえからな。スカイプ謹慎したいな、お前ら。なんか、スカイプしらけるよな。おい、スカイプ禁止にしてえな。ナイス、こんにちは。固定じゃないのにスカイプでやってるの。そうなんだよ。禁止にしろ。禁止って。ない。我々なのに。してなだ。してなだ。されたらもうどうも。スカイプは本当連携取れちゃうんで。もちろん。スカイプは固定のみにしよう。スカイプは禁止にしよう。どうでもいいけど不公平はあるよね。大抵、俺が見た瞬間もうスカイプ繋いでいるから、許可する許可しないの前の話だからな。スカイプはなしにしよう。さあ、ということで皆さん、その代わり、レイン君のところも本番の出場認めます。スカイプ
してたら固定と一緒だよな。はい、使い、はい、はい、今決めた、今決めました。はい、スカイブ禁止です。スカイブ禁止、スカイブ禁止、発覚したら失格負けにします。スカイブ禁止、スカイブ禁止ね。今レイン君たちはスカイブやってませんでした。で、私が見たところ盗賊さんの方がタイムきついです。今決まったっていうか、俺スカイ、俺はだからな、固定がダメだって言ってるから、スカイブイコール固定だから。はい、わかりました。ね、これパラブ踊り子の方がちょっと有利かなと見えましたので、盗賊は2枠にします。盗賊さんは2枠だから、盗賊さんの構成は早い方の記録が反映されると思って、どっちか片方でも、どっちか片方でも突破したら盗賊軍は勝ちという判定にします。つまり、パラディン武道家踊り子のフミ山吹スピナ軍 VS スパイ、スカイプを禁止しているジョージレイン軍の2枠 VS 常闇三種、これでいきましょう。無音放送だとわからなくない？これでいきましょう。だからまあ禁止ですからね。もしやってんのが発覚したら失格です。やってるの発覚で失格、まあ、それで秒でしょ。さあ行きますか。それでは皆様、マイク消してるだけだからしてるぞ。スカイプ禁止かつ無音なしにしよう。じゃあら、じゃあスカイプ君、まあな、そこを認めると面白くねえからな。なんかそれで勝たれてもなんか、まあ、しらけるし、俺は完全選抜という胸でこの企画を発表してるんで、スカイブしてると選抜じゃねえじゃんという、あのチャチャ入りがギャンブラーから入ってすげえしらけそう。